はい、恋するダイヤのイケメントーク。はい、来た。はい、あ、僕無限です。はい、今日今ちょっとやっさんがちょっと遅れてるので、僕が途中までピン出演なんで優しくしてください。やっさん、そうです、遅刻で。はい、頑張ります、頑張ります。あー、他の従業員誘ったんですけど全然 LINE 見てくれない。まあ酒飲めや。お酒はね、お店でいっぱい飲むんで。やっさんは多分今準備してるんじゃないですかね。準備してくれてるんで、それまで僕ピン出演なんで、とてつもなく緊張してます。やばいよ、喋れない、コミュ障だ。指ハート、あ、これが普通のでしょ、これでしょ、これですよ、これ指ハート。トーク力を鍛えるチャンス。僕コミュ障なんで、トーク力マジないですけどね。これですよ、指ハートって。適当に喋れば OK、 適当に喋ります。適当には文句あったんですけど、これ指ハートね、指ハート。はい、なんか今日あった。何がすか今日。今日多分何もないと思うんですけど、純粋にちょっと遅れるから酒出てみたいな感じですよ、僕が。はい、今起きたわけではないですよ、さんは。ただ純粋に準備がちょっと遅れてるだけで。話題なさすぎ、もうほんまそれなんですよね。話題なさすぎて、何の話しましょう。何の話しましょう。趣味は何すか。趣味ですか。お酒飲むことですね。仕事ですけど、それが。はい、趣味は何すかって言われても、何やろ、話題。ちょ、やさん途中参戦するんで、それまで僕がピンでホストなんだから当たり前だろう。そうですね、当たり前のことですね。何歳ですか。あ、僕ですか。僕22ですよ、22。趣味モノマネじゃん。それは黒歴史なんで、黒歴史なんで。僕若いですよ、見た目的には26、27って言われるんですけど。そうですね、前やってましたからね、あれは黒歴史ですか、僕の。それは今やるべき、なんとか姫みたいなやつ。何なんとか姫みたいなやつって、なんすか、また無茶ぶりですか、僕に。あー、いや、見えない見えない、まるまるとか見えない見えない見えない。やっさんの真似、やっさんの真似。僕やっさんみたいなテンションがないから、やっさんの真似って言われても、やっさんの真似。いや見えない見えない見えない、その黙れ、読めない見えない見えない。黙れこそってね、僕いまだにその 本ネタみたいなの見てないですけど、もう前のやつ、なんか新しいネタが欲しいですね、僕は。そう、そういえば20日ね、なるこそ、お前シャンパンコール見して、よいしょっつって。それはお店で見てください、ここではなく。お店でここではなくね。無限さんです。そうね、マイクはないよ、ないマイクはないよ。出身はどこっすか。出身っすか。出身僕神奈川ですよね。神奈川。やさんもうすぐ来るんで、
それまで僕ちょっと一人で引っ張るの寂しいんで。都会ですね。新宿も都会ですけど、だいぶ東京も寂しいです僕。寂しいです。もう一人とか寂しいんですよ。一人だと死んじゃうんで、あれなんで、寂しいと死んじゃう生き物なんで。じゃあマウンテンバイクのモノマネやってみ。マウンテンバイク、マウンテンバイク、マウンテンバイク、いじれなんか、ごめんなさい。できないです。え、誰と誰くんの、え、多分ヤッサンだけかな。それ以外はなんか僕むしられて、僕嫌われてるんだよ。むしられてる、みんなに。米拾うしか僕はもうできることないんで、なんかもうちょい続けて、マウンテンバイクを。こういうこと、こういうこと、こういうこと。まあまあまあ、まあ、こういうことよね。こういうこと、こういうこと、こういうことよね、こういうことよね。お寿司屋さんのモノマネやって。お寿司屋さんのモノマネ。お寿司屋さんってどんなんだ。こういう感じでしょ。ええ、そうやねみたいな感じでしょ。黒歴史が増える。仲良かったですよ。僕の師匠なんで。僕の師匠なんですよ。なんかお寿司握ってるってこんな感じや。こうしょ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 みたいな。どうぞみたいな。早上さん、早く安さん来てあげてください。ほんまそれですよ安さん。手の動きがいやらしい。そのいやらしくないです、いやらしくないです。見間違いです。真指になってめあ、わからん、わからんよ。無限感じ弱いから。じゃあ女の子にお金欲しい時の感じやってみて。女の子にお金欲しい時、僕シンプルに、あ、お金ないかお金ちょうだいって言うんですね。そういう場合は言わないですけど、そんなこと。師匠、なんかまたですか。そう、師匠ですよ、僕の。兵庫さんは僕の師匠です。それじゃやれねえな。お、エンジンかかってきたね。エンジンかかってきました。コミュ障が外れてきたんじゃないですか、多分。安さん来ないとね。いい感じですか、大丈夫ですか。お寿司屋さんの真似って難しくないですか。いじられてなんぼのゲンさんだね。ゲンさんなんですか僕は。なんか呼びづらいってよく言われますけどね、名前もう変えようかなと思うぐらい。ホストらしからぬことやってよ。ホストらしからぬことってなんですか。ホスト親らしわーのことって。皆さん起きてますよ。僕も連絡取ったんで。コミュ障なのになんでホストやってんの。なんでですかね。ドラえもんの真似。のび太くんってことでしょ。ごめんなさい、やめてください。浜崎あゆみですか。あゆ僕全然わかんないですよね、ほんまに。お、なんか曲覚えたいなって思ってるんですけど。じゃあ誰が好き。で、まあ、僕の名前の通りやっぱ無限だから、無限な、はい、ウーバーワールドですね。ウーバーワールド、あとジャニーズとかですね。ジャニーズとか、そう、僕はなんかそういう感じが好きです。男のアイドルが好きです。そういうのいいから。そうですね。無限さん歌って。急に僕歌うの、すごくない。カラオケしてたらヤスさんビビるで。もしやほ、いやだからそういうの見えない。ちょっと丸つけてるけどね、見えないよ、そういうの。うまいの、カラオケ。カラオケですか。僕ですか。無限限下手ですよカラオケ。カラオケほんまに下手ですよ僕。歌ってる時なんか手がマイクの持ち方がおかしいらしくて、よくシャンパンコール中とかもいじられる。カラオケやってみそうとか言っといて、うまいんやろ。歌ってつなげ。何がいいですか歌は。僕も なんとか頑張って歌うんで、歌えたら女の子の歌かアニソンを歌ってみる。アニソン僕最近エゴイストしか聞いてないからな。昨日みんなで飯とか行ったん。昨日僕はもう潰れてたんでわからないです。行ったとしたら行ったんだろうって感じですね。僕はもう死んでたんで。
上手なカラオケとかそんなに期待していない。兵庫いなくて寂しいですよ。師匠ですか、ね、テポドンの核弾が発射。アニソンはレム。そうですね、レム。そう、レムンゴも誘ったんですよ、今日。レムンゴ電話出ないんですよ。さっきまでいたのに。呼びに行こうかな。笑えるカラオケ聞きたい。笑えるカラオケ。笑えるカラオケって。笑えるカラオケ。笑えるカラオケ。そらレムンゴが得意ですね。レムンゴが今度来た時にお頼みしましょう。ベジータのお料理教室どうすか。下手くそなやつね。僕粉雪マジで分かんないんですよ。え、別に粉雪でもいいですけど、僕ほんまに粉雪サビ以外分からなくて。アンパンマン歌っても面白いか。粉雪歌います。粉雪アカペラで卒業ソング歌ってみよう。卒業ソングあれでしょ、今別れの時ってやつですね。なんて言うんでしたっけ。未来信じて。頭から全部歌って。なんだっけ。白い光の中にララ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 。え、でも小学校の時の定番ですよね、これ。確かに。音ピー、音ピー、音ピー、音ピー。遥かな空の果てまでも。ララ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 。限りなくララララ。やばい、行きそうになってるんだけど。ああ、あやとくん来た。やったね。いやいや、全然いたし、さっきから。さっきからいたし。全然さっきからいたし。おトイレしてましたよね。うん。全然さっきからいたし。シャンコって。びっくりした。全然さっきからいたし。は？え？ビビビビビビビ。いたし、いたし。シャンコってあの。え、全然さっきからいたし。ひどめでやった。全然さっきから俺らいたした。ずっと無限コミショで。びっくりした今。全然いるよこれ。ヤンさん来た。全然さっきからいたけど。救世主。え？救世主。全然さっきからいたけど。バカ疲れた。どうした？ちょっとさ。息切れた。一回水もらおうかな。切らせるんですね。水もらっときましょう。うん。全然いた全然いた。全然いた、びっくりした。ああびっくりしたびっくりした。開発さん頑張れ。すごっ。え、知らないっすか？もう一人誰？え、知らないっすか？カノ。アイドとグーを。カノ有名な。有名なうちの。うちの Y 本当にびっくり。いや、いたよ全然さっきから。おやっと来た。ごめんね本当に。あ、そう、こっちもあるよね。僕は慣れてないから。分かったんですけど、ごめんね。ちょっとはい、まだ1年ちょっとやって。え、1年ちょっとマジで。うん、画面変わるな、やすくお帰り。おい、画面変わりますね。そう、これ指ハート。やばいよ、もうすごい、びっくりした。風邪ひいてんのって聞いてますよ、あやと君に。多分風邪なんですよ。風邪なんすプラスの花粉症っすね。そうっすね、花粉症やばいっすね。本当にほんま今日やばいっす。ちょっと待って、二階堂何してるの、あいつマジで。二階堂さんは、二階堂さんちょっとやべえだろ。やば、二階堂頑張ってた。むっちゃいそうじゃん。え、むっちゃめっちゃいそうなんですか。いやマジで、ちょっとマジで。どうすんの。頑張って歌ってたよ。歌ってたよ。歌ってた。なんかアカペラで旅立ちのなんとか歌いながら。何それ。今別れの時飛び立とう飛び立とう未来信じて。なんかね、二階堂がバックれたんですよあいつ。そう、大学休暇僕がいるんですよ。急になんで僕が。これであいつ店来たらマジでキレたのかな俺。ジェンガできない。ジェンガで、なんすかジェンガって。ジェンガやろうとして、まず顔パンパンやないか俺。びっくりした今。みんなパンパン。誰が来てないの。二階堂シンってやつが来てないんすよ。そうですね、あいつが今日全部企画やって全部やるっていう予定で昨日まで話してたのに。なんだそれ。え、そうなんすか。舐めてるやろマジで。俺怒ってんねんマジで。顔パンパンやし。顔パンパンやし。うんと、シンくんどんな感じ。あいつも飛ぶよ今日。飛びますね今日で。飛ぶ。俺がしばくから。飛ばされるから、ヤスさんに。ああマジ舐めやがって。水分が溜まってますね本当に。そうですね、お酒の飲みすぎだよね。
そう、ただいまだよ。俺のさ、あれ自己紹介いつもパンパンやろ。無限あやとやすそういう感じでやっていくから、うん、よろしくみたいな感じで。そうそう、ちょ本当にマジ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  なんすか、ピンの方が面白かったで。ちょよし、じゃあとりあえずあやとくんの CM 振りで。うんうん、無限だよ。そうか、むずいわ、そう初めてやからね。無限だよ。はい、CM もうどうぞ普通結婚詐欺させてや、婚約書いて待つなんだよ。ギブダダシル、たくみさん、新人紹介したいんです。めっちゃ舐め腐っとるやん。3年前地元を離れ1年半のサラリーマンとしてのキャリアを十分に積んだ後、ここ歌舞伎町に降り立ち、4年後不動産関係の会社を起業したくて、約700万円の資本金を貯めるためにホストしようと思いました。めっちゃ真面目や。はい、こんにちは。ね、一人今ちょっと、いや、よく間に合ったな、ほんとだよ。ほんま間に合ってくれて、マジでよく間に合ったわ。無限死にそうだったね、一人で。ほんと赤いやついないね。赤いやつね。赤いやつ何してんだろう。トイレ行った。赤いやつ、トイレ。ちょ待って、マジ花粉症やばくて目めっちゃ痒いんだけど。トイレって聞こえたらだいぶやばいやつ。目めっちゃ痒い。30分で一人進行やってもよかったよね。まあそれでもありだったんだけどね、一応出るって言っちゃったから出ないのね、俺。そうですね、うん、そうなんですよ。一人進行で僕がってことですか。目薬刺せ、目薬、ね、言うてーっつって。いやマジっつって、ちょっと鼻水やばいわ。違うわ、スヌーピーとミッキー、スヌーピーとミッキーですね。自由すぎ。ちょ、もう今日はね、自由に行くわ。もうしんくんのせいだわ、これ。もうなんか企画潰れたから、ほんとに。ちょっと俺、鼻刺しながら行くね。ごめんね。今日やばいっすね。今日やばいわ、マジで。やばいっすね、もうスヌーピーの偽物みたいの着てる。スヌーピーの偽物、偽物、これ本物ですよ、スヌーピーですよ。まず本物も偽物もあんの。確かに確かに。ヤスとアヤと一緒に寝てたの。まあね、一緒に寝てたよ。一緒に寝てたわ、抱き合いながら。ヤスかっこいいよ、ありがとう。いいやつやな、お前。鼻刺しながら放送するなし。いや、放送するでしょ、これでいくよ、俺は。ヤスくんちのジバちゃん、無限くん頑張ってたね。俺んちのジバちゃん、ありがたい。もうそういうことあんな可愛い、あんないかつくねえだろ、ジバちゃん。ものすげえ京子のレコやろ。すごい。いやー、イカしてるわ。ちょ待って、マジで目めっちゃかゆい。そんなイカつく、マジ目、目、マジ、マジ目やべえ、今日やべえ。目開けれねえ、目開けれないうるせえ。フリースタイル放送あ、そういうことね。マジで、目めっちゃ痛い。病院行け、病院、病院行きたい。え、花粉症ってさ、普通の病院でなんとか対処してくれんの。え、どうなんすかね。花粉症って何、耳鼻科。耳鼻科っぽいな、耳鼻科だな。赤、赤やば。俺ちょっと待って、今日やばいかも、これ。自己紹介、無限、無限やす、あやとって感じでやってるからよろしくってことですか。右、あやとですよ、あやと。なお名乗れ、なお、なお名乗れ。今日インスタライブやる。多分やらないかな、インスタライブですね。もしかしたらもうこんな花粉症でインスタライブできるわけないってことで。できるわけないよね。いやマジ、ほんとマジマンジなんだけど、これ。何のあやと、何のあやと、え、何のあやと。名前があやとですよ、名前が。うん、耳鼻科、耳鼻科。枕すれば治るっしょ。耳鼻科ってこと。何、何、枕すれば治るっしょ。治らねえから、そんな簡単なもんじゃねえんだよ、これ。マジマジ、あやとは怒ってんの。怒ってんの、怒ってんの。あれなんですよ、あやとしんくんに激怒してるよ、今。おお、音がやばいから。なんで出えへんの。いや、ただなんで、コミュ障なんですよね。普通の病院行ったの。むっちゃいいもんあるやん。でっか、目の充血を感じたのに、これでいいか。
去年壊れてるしね、やっさティッシュランブっしょ、マジやべえから。ティッシュランブこっちのコメントも見て、見てるよちゃんと。ダメだ、最近まんじ好きね。好きやね。質問、まんじググれ。いやまんじを知らないってこと。マジ無理だ、ググりましょう。それはティッシュ使いすぎ、もうまあ、花粉症っすからね。花粉症っすから知らないっすから、もうしょうがないよね。それは花粉予防ですか。イエス、しょうがないですよ。誰だ、真ん中、真ん中俺だよ、俺だよ、俺ハンバーグだよ。落としろ。知らない。落としは神だ。安男、違うよ、誰安男って。知らないの、ハンバーグさん。喋らないでいて。喋んないなら出ないで。喋んないなら出ないで。僕ですか、喋ります。ごめんなさい、やすと。多分俺やな、俺全然喋ってないな。嘘、あれ喋らないと。やばいやばいやばい。ティッティッチ乾かすゲージは何回も使えるよ。乾かせば何回も使える。あーでも乾かす。クレヨンしんちゃんのモノマネして。うん、クレヨンしんちゃんって何言うっけ。クレヨンしんちゃんあれなんか言うっすよね、なんやろ、むずっ、なんだこお姉さんみたいな感じですよね。ティッシュを全部穴に刺して。全部の穴、ケツの穴はきついな。そうですね、ちょっと映せなくなってるんですね。わぁ、しんのすけだぞって言うんですか。しんのすけだぞ。あほ、結構似てなかった。結構似てなかった。そういうこと。結構似てなかった。無理だ。何が無理やねん、じゃあお前やってみろや。似てねえじゃねえ。似てない、じゃあやってみろや。生は 100% 似てた。ブリブリ弾って何。ブリブリ、お尻ブリ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 ってことですか。これと、あ、それを真似しろってこと。ケツ出せってこと。それはあかん。あやと置物の顔じゃない。置物の顔じゃない。確かにもう絶対だよ、もうあやとなんて。確かに、まあ酒飲もうか。きついな、俺らまだ。まあまあ、僕ら言うたらまだ二日酔いみたいなもんすからね。いや、二日酔いではないけど。あやといじれとかやめて、そういうのやめて、あのメンタル弱いから。結構メンタル弱いからね。確かに。お前さ、死にそう。うん、あやと、どうだわせろ。やばいやばい、つらいよ。あの、花粉症もつらいんですけど、このコメントもつらいっす。確かに。マジで。鼻かみかみかかかかみすぎだねって。鼻かかみすぎだ、ね。一生鼻水出てくるんだもんだって。鼻かかみすぎ。ティッシュの犠牲は10枚超えました。超えたな。余裕で超えたな。超えましたね。もっとだ。もっとアヤトで。やめて。アヤトで。そうなのよ。アヤトで楽しませる系。ヤス君のお洋服着てる。これ俺の服じゃないよ。あやと髪色変わったって聞いてるんですよ。髪色、そうですね、結構明るくなったっす。マスクして出てる人いないよ、他店でも。おるやろ。ティッシュはご体操に使って。なんだよね。あやと踊れ。あやと甘やかさず。誰。まあ確かにあやと甘やかしすぎたかもしれないな。そうね、そのスプリーム。あやと踊れって踊れるわけないやん。これはヤスタンじゃないですよね。あ、踊れるの、無限踊れるんじゃない。一応何言ってるか分かんないです。片方ずつ鼻噛まないと耳しのよ。足に終わらない、ありますよね、それも。やばい、何この自宅感、いいじゃん。あえてね、今日は自宅感オフモードをさらけ出してるってことで。今日、しんくんおらんかったことでも畜能症、ね、もうそれでね、もう僕らのモチベーション下がりまくってるっすから、ね、あやと、ダンスだよ。ダンスだよ。ハンバーグだよ。ダンスだよ。これから営業なんか、そうですね、そうですね、これから営業ですか。あやと、あゆ、歌って。あゆ、あゆ、歌います。そばにいてないけどね。いやマジで辛いな、今日は。今日マジ辛お。辛おですね、マジで。そのメガネやめろ。なんで目開けてるんですよ、今日は。今日目開けてる系なんですよね。ダンスしよう、あやと。今日行くね、来てください。しんくん、今日来ないの。絶対やばい。どうしたんですか。あの、ちょっとどういう感情。情緒不安定すぎて、みんな熱くね。一人ずついらっしゃいますよ、お願いします。いらっしゃっす。いらっしゃっす。
アヤトお願いします。お願いしたいと思います。アヤト、パーカーで一言。パーカーで一言。特になしということですね。アヤト、ホストから本当話さねえ。思います。思います。懐かしいですね。なんかすごいディスり用がすごくね。なんかイヤス、なんだトーク力を磨きましょう。それ僕よし、これでいこう。僕もです。脱げん、脱げんもです。え、びっくりした、パンツ脱いだのかと思った。履いてますよ。安心してください。あやと頼む、面白い。あやとさん歌って。性欲爆発挿入ドラゴン。ねるねる、ねるねる廃棄物。ねるねる廃棄物。なかなか軽口コミが目立ちも、ほらほら目立ちすぎ。あやとは顔で売ってんの。顔で売ってないんですよ。全然顔で売ってないから。存在で面白くしてくれ。存在で、存在で。どうしようかな。どうしようぜ。存在で面白くしてくれ。こんなんしたらこっちが重いかな。やばい。俺言っとくけど、まだ起きて10分も経ってねえんじゃねえか。あ、20分経ったな。遺体で、体で売ってんの。いや、好き。体、俺の方が好きだわ。体では売って、体で売るってどういうことですか。おちんちんじゃない。おちんちんですよね。体では売らないかな。おちんちん侍。体毛剃ってんの。剃ってないよね。いや、前が見えんのんすよ。無理ですね、顔で。鼻口がすごい。無理ですね、顔で。マジすげえ。あやと体毛ファスト。体毛ないんすよ、自分。一切、ね、大丈夫のところだけかな。あーもうマジで、うっせ。僕も大事なとこだけですね。今日は厳しいっすね。もう絶対だよ、俺二度とだよ。もう今日厳しいっすね。 YouTube じゃない、YouTube。 なんで二度とだよ。厳しかった。厳しいっす。あや、お、1分前にして出ましちゃったけど。やっべーよ、マジで。言ってますけど、あれだね、今日のラッキー賞あやとくんだな。これからは、これからちゃんと起きましょうね、みんな。そうですね。うん、ほんとにもう絶対出ないから。もう、あの、見てやつか、あのファサーって、ファサーって、あれですら、ほら、あやとめげんなよって来てるぞ。あやとファサーって、もうあやとファサーって、ディスりでしかない、もうなんでファサーって。まあ、昨日頑張って。人間初めて17年、はや。いや、来週はちゃんとするわ。二回路も呼ぶわ、ちゃんと。ネボム戦士、花粉症も治す。あやとももう一回出さす。いや、そうしましょう。うん、どう、出るかな。僕はちょっと出ない。まあ、ということでですね、まあいろいろありましたけれども、本日も、ご視聴いただき誠にありがとうございます。来週の斎藤男もぜひ見てください。本日もご視聴いただき誠にありやすありやす。バイバーイ。歌舞伎町にいる皆さん、こんにちは、ゆってぃでーす。アンタッチャブル柴田です。よろしくお願いします。なんで僕が言うの。アプリフレッシュ内のナイトチューブチャンネルにて毎月第4金曜日放送、ネオパラスライデン。じゃあ番組が盛り上げるための一発芸、OK、よろしくお願いします。おーい、どんなに叩いてみたって何にも起こらない。イエーイ、見てねー。